はい、ドラマがチューニングオブ Z 復習動画、なんていうんですか、今回最終回。もう言っちゃうんですか。最終回。最終回。一応これアップされる頃が多分もう本は出てるんで。ああ。一応もう最終回ですよ。最終回ですね。最初に言ってしまおうかなと思ってですね。はい、まあ何をやろうかなとかいろいろ考えたんですよ。うん。どっかの飲み会でいろんなドラマを呼んでですね、あでもないこうでもない喋ろうかとか。まあ、はい、これ2年間いつも思ってたんですけど、はいはい、何をやろうかと考えてたんですけど、だあんたいつも言うけども、本当は考えてないですよ。そんなことないですよ、いろいろ考えてる。いや、いろいろ考えてる。いろいろ考えてるんですよ。あとあれですよ、こう、部長にへのスペシャルメッセージというのを集めてみようかなって思ってますね。集まった。でそれは何もしてないですよ。ほらほら何も今それでいやそれで実は実はねこうこうあそこあったらさちょっとうるっとかしてなんか感動的なさなんかこうあるわけじゃないですか花道が、はい、ちょっとなもうなくねそういうこともなく、淡々と2年間くだらないことやってきたんですけども、はい、いよいよチューニング部 Z、はい、チューニング部から来て、はい、チューニング部 Z、はい、2年続いた連載も、はい、今回をもちまして最終回とリストはリストはんリストラリストラじゃないですよリストラじゃないさのこう満契機満了みたいな契約満了契約満了みたいなここで契約更新でこう握手してまた用意されてる更新がカッとなってこうそういうのがない野球みたいな今回はちょっとないんだないやっぱだから使い捨てだからねあの違いますよ、はい、そんなえもう本やったらみんなさ出版社さん使い捨てじゃない使い捨てそんな悪くじゃない言わないよ第一、まあ、2年間あの、はい、横の黒い金で送らせるために俺はこれを書いていたわけだって2年間でこう横尾くんが手に入れた楽器の数たりがさ、はい、すごい幅があるじゃないですか振り返ると確かに振り返ると俺は売ってたんだよ全部ねあ僕は確かに買ってました買ってるでしょ俺のこの2ページとか1ページの2年間が、はい、の儲けが全部そこで違うそんなことないいつの間にか黒いお金説みたいないやもう有名ですこれも業界の中いやいやいやそんなことないですよ黒くないですから旅行デフォルトっつって言ういや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 でもこう初めてその2年まあ約2年続いたわけですけどもその2年前ですね、はい、復習動画初めてやった時にずっとまあスネアがあったりとかですねドラムセットを出したりとかなんか真面目なことやってたよね。やってたりとか、まあ、ゲストを呼んだりとか。そうそうそう、孫子が来てくれたりとか。ああ、ドラムシティに行ったりとか。そうです。とか、あとネオミュージックに行ったりとか。ああ、そうだね。マスドラム並べてやったり、うん、誰も別に踏み比べとかしなかった、ね。並べて終わりました。並べて終わって話してただけだもんね。基本的に何もしない感じだったら、横着な気がしないところね。そして今回、何もなくなってしまいました。キスが一応聞いたんだよ俺は楽器聞いたんですよ僕はあの横尾君に楽器を出すかどうかっていうのを別にいいんじゃないですかって言うからああそうって言ってまあじゃあいいかな完全に僕は黒い人みたいな黒い人って黒いんじゃないだろそうねいやでも2年続きましたよなんとかそうなんですよもうかれこれ2年ねそう最初いろんなことやってはいやりましたなんかこう、そうレオミュージックとかドラムシティとかあとツルサのパオパオねああ行きました行きました、はい、割と最近ですけど来てくれて、まあ、ロケもしつつ、ね、はいしつつ、はい、いろんなこともやりつつあれもやって、はい、俺もやってもいないけどもはいはいいやいやいやでもあのドラムシティなんかでオフ会なんてオフ会やったねやりましたねああまたやろうがいいあれ面白かったですねだから俺もほらあの、はいはい、リトミュージック組だからね組じゃないですよ組みやってドラマがねドラマ人に結構旋風を巻き起こしましたからね面白かったのかないやでもいろんなドラマから言われたじゃないですか言われたねチューニング部分読んでますみたいな、うん、言われたねこの間ね、はい、地元の駅に、はいはい、休みの日にタバコを買いに行って駅前のタバコ屋にお腹が空いてさ、はい焼き鳥でも買ってこうかなと思って焼き鳥をさ、はい駅前によくあんちゃんここで焼いてるやつに行って、はい、缶チューハイ飲みながら焼き鳥焼けるの待ってたら、はい、60半ばぐらいの、まあ、ロマンスぐらいのおじさまがとっとっとっと近寄ってきて
田さんですよねって言って、あれ俺ついに逮捕ってか何した俺って何え探偵いや何だろうね税務署いやそんな稼いでないしとかさその一瞬の間にこうブワーって言って行ったら、はい、どうやったら、はい、JPC のね小牧楽器の解放とチューニング部をセットで読んでくれてる、あそれはすごい方がいらっしゃいましてですね、お声をかけていつも楽しく読んでますと言っていただいて、非常にこう生の声を聞けてよかったと、ね、非常にありがたい話なんです。いや本当にちょいちょいありますよね、あの僕あの 河川敷でこうそ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 う、この間囲まれたから、はい、ドラマでねおっさんドラマでね、あただいてたら、うん、そうバラされてね面が割れてってさ、すごいねすごい、そういう意味ではいろいろと、まあ、いろいろやりましたけども、でも俺らはそんなに変わらないんじゃない？ 2 年経っても。まあ、あの一番最初であのでも連載やりませんかっていう話した時は、はい、どうだったんですか？とか。いや別に。まあ。いや何がいいんだったっていうさ、ピンとこないんでどういうことなのか分かってないから。はい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 、初めてだから。ああそうですね、連載でなんか書くとか、うん。だからどういう条件を出したらいいのかとか。どういう話をしたらいいのかって全く分かってなかったから、はいはいはい、入っていただけなの。だからその後に来た JPC の解放の連載以来の時はドラム室の西尾店長と、はい、オールスクに書かせてくんなきゃやれやとかってなんか名前的なことをなんか思いつかことばばって言ったりとかして、あだか劇的な出世をしたのがね、やっぱカメラマンの雨宮です。そうですよね、一番の出世、一番の出世頭ですよ。で今日今までこう写真をこう撮ったりね、ドラムマガジンでもいろいろ写真撮ってるでしょ。そうですね、夏フェスとかさ、はい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 、いろんなアーティストの写真を撮って、そうですね、はい、もう飛ぶ鳥を落とすだから、はい、雨宮君は2年前ここに来た時に、はい、チューニング部担当になった時は地下、はい、アイドルしか撮ってなかった地下、はい、アイドル専門の、はい、というわけではなかったと思うんですけど、じゃあその雨宮君ちょっと撮る側から撮られる側、はいはい、来なさい。緊張しちゃって。はい、すばらしい。もっとご紹介します。はい、はい、次週は。アメリカ版のアメリカ版です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に。どうですか、地下アイドルから。いや、僕別に地下アイドルではない。専門家みたいな。でも、地下アイドルも撮ってたよ。もう撮ってましたね。よく撮ってました。よく撮ってた。はい、撮ってました。今は撮ってんの？今はほぼ撮ってない。撮ってないですね。ああ、そうですか。ね、ほらこの2年でで今度あれでしょ、ベースメントジャックスのオフィシャルカメラマンで、はい、ロンドンに行くんでしょ。行きます。3ヶ月3ヶ月やーってフラットとか住んじゃうんだよなんか本人の家に住ませてもらえるってことで、あプライベートフォト、あプライベートも撮るんですけど、うん、まあ、一応ツアーのあれで、で住むところは僕ん家の部屋が結構余ってるから、結構余ってる、そうすごいですね。もうね、ベースメントジャックスの本人の家にすごい、ね、これですよ劇的なしかもあれですね、最初の、はい、すごいベースメントジャックスが好きだから撮らせてほしいみたいな感じで、はい、そうですね、行って撮ったら気に入られてみたいな、あそうですね、自分からもともとファンで、はい、そうですね、まあ、オファーを投げてみて、そうです、じゃあ撮ってみてって言って、そうそう、まあ共通の知り合いがいたんで最初こう連絡していただいてやって、はい、そうです、すごい、したら住み込みだ、そうそうそう、住み込み住み込みしちゃった住み込み、いや住み込み、そうだよね、ね、これですよ、すごいドリームな話ですね。こうテーブルの下にこうずっとここにいた地下アイドルからそこを引っ張る地下アイドル、地下アイドルからもうグラミーとかでやるまあそうですよね、まあ、レベル的な、もうそうですね、世界的な、はい、地下アイドルですよ2年でグラミー地下アイドルからそれ考えてみたんで、秋葉にいる地下アイドルがさね、うん、2年でグラミー賞は取れないじゃん。あまあそうですね、いやわかんないよ、その中に才能がある方もいらっしゃってるかもしれないし、わ かんないけれども、はい、そういう事例は今んところないじゃないですか。まあ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 、ね、それをやってのけたんですよ、このアメリアという男は。素晴らしいです。これがあっただけでもね、まあ、チューニング部は何の役にも立ってませんから2年っていうタイムスパンの流れの中に貢献みたいなね、ちょっと横丁で動画みたいなのが流れてたねいうだけの話だから、いやいや、そうなんだね、皆さんのおかげで
何、まあいろんなね、いろんな人のおかげですよね。そうそうです。だって今や日本のアーティストだって東京ドームクラスのアーティストだって撮ってるわけですし。そうだよね。いや、よかったよね、本当にね。出会った頃はそこ の, あの箱根そばに行くのにもひひ言ってた人ですよ、ね、自分で、ね、貧乏でね、地下アイドルだった。地下アイドルのイメージしかないそう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 、そんな用途そんな用途取ってない取ってないけど、そう、雨宮君は言うほど地下アイドル取ってないし、横尾君は言うほど黒い髪は使ってないんだけど、完全にそのイメージで植え付けられて植え付けられて終わるっていうのは本人にしたら後味の悪いことではないよね。それはないですね。でも俺、雨宮君がさ、あのフジロックとかで、はい、あったり、そうですね、お会いしましたね。ホワイトとかグリーンで、そう、はい、ステージ裏で。そうそう、あったりとか。で、あの、まあ、スナップショットだけど、ゆきひろさんとかも。そうですね、そうですね。ああ、はいはい、うん。あれだったけど。だから、まあ、いろんなフェスで、いろんなところでこう、これからは雨宮君はいろんないい写真撮るんで。だから、皆さんもその音楽雑誌とか見てさ、あの下に、ね、雨宮君の表記が、まあ、ベースメントジャックスはもう完全にもうオフィシャルフォトグラファーみたいな感じになってさ、ね、だデビッド・ブーイを撮った月田さんとか、ね、矢沢永吉を撮ってる三浦健二さんが今後そういう存在になっていくんじゃないかな。で、半年ぐらいするとね、あのビットミュージックブランドマガジンチューニングの撮影とかっていうプロフィールが消されてるんだそうだよね。いや、黒歴史だよ。そんな歴史を消したい。ここは黒歴史。ここ黒歴史だよ。消したい経歴じゃないですかね。消したい経歴になります。まあ、消すほどのこともやってない。だから、まあ、ね、これ何ですか。だって印象に残ったことある、こいつ2年やってて。ないでしょないんだよ。最初お会いした時のことすごいよく覚えてますけど、ね、最初って何ですか。一番最初にお会いした時は、それ復習動画じゃないですか。その前ですか。前です。普通に撮影、ここですよ、ここで撮影した時ですか。ここでお会いした時に僕がブルーハーブの T シャツ着てて、で、土さんがそれ見て、俺いい T シャツだねって言って、そうだよ、ブルーハーブを突っ込んだのを覚えてる。そうあれ一番最初だった。あれ最初です。で、僕その時に、なんか、すごいいい人だなって思って、まあ、趣味が合うからね。そうすごい安心した。 T シャツって大事だよね、そこね。あ、それいいねっていうさ、そうところってすごいあるからね。そうなんですよ。で、意外にだから、そこをきっかけにと思って着ていく場合もあるじゃない、うんうん、そうですね。なんとなく、うんうん、なんか印象に残ったことないだろう。もうないっていう、鼻から声が出ちゃう。そんなことないですよ。結構ありすぎるぐらいあるっていうか、あれですよ、だから、チューニング部のオフ会やって、で結局、最後、打ち上げみたいになって、帰る電車もなくなるみたいな、覚えてます?みんなで打ち上げやって。うん、浅草で飲んでたよね。そうあれはだって、雨宮君もいて。あ、そうです、雨宮さんもいて、で、あの動画だけ撮って。途中で、そうだよね。で、いや、僕そろそろ終電でみたいな感じしたら、いやみたいな感じになって、本当にみんなほとんど帰らない。帰らなかったね。バカだよね。なんか雪とかも降ってて、そうだっけ。あの時雪降ってたんですよ。雪降ってたっけ。そうあの夜で、1月1月の中旬というか下旬というか、なんかね、娘の誕生日に近かったの覚えてるの。ああ、てか娘の誕生日そのものだったのかもしれない。ああ1月16日なんだよ。ああ、じゃあもう本当にそのぐらいの時期ですね、うん、時期的には。そうです、そうあれはだから、あの、はい、娘の誕生日を祝おうとする父親が、年頃の娘にあのちょっとこう年頃の感じであしらわれて、家に居場所がないから、時間もあれだしっつんでチューニングの深いのやったっていう手にしとこうか今と。今のところいや、ありましたよ、それもあったし、まあ、あとやっぱりいろんなところで復習動画撮りに行ったのも全部やっぱり覚えてますよね。いろいろはやったよね。 JPC の JPC 行って、レオメイジック行って、はい、そう、パオパオ行ったりとか、まあ、スタジオで言うと G-ROX も行ったしね。まあ、G-ROX も行きましたね。で、ほら、3人であそこのラーメン屋行ったじゃん。ラーメン屋行かなかったっけ。行ったよ。
あー、ジーロックスの。ジーロックスの人。あー、エイリンですね。エイリン。行ったよ、一番知られました。俺はだから中2の一つだけやり残したことがあるんです。何ですか。先生休業、急病のため今月の中2のお休みです。原稿を落とすっていうことをやらなかった。いやいやいや、そう大丈夫ですか。それもそんなのやらなくて白紙になってるっていう、そういうことをしてみたかった。昔は鴨川つばめさん、まかりのもおれなとかさ、江口久志さんとかさ、ね、たまにやったんです。そういうのをやってみたい。それだけができなかった。やってみたいとかやることじゃない。どうしようって言って横尾とかあの編集長に来たのがもう頭悩ましたら、散々やった上にこのページが5000字だけになってる。ご自由にお使いくださいなんて、こう書いてある。いやでそれをツイッターとかフェイスブックでさ騒がれて、山村真紀さんがつっちーさんついに原稿落としたって。いやいや。しくなって書いてね。まあ。はい。でも、はい、2年間、はい、締め切り守ったよね。そうなんですよ。すごいこうね、なんだかんだ言っても早い原稿を早い。はい。早いっていうか、一回書いたら見直さないとそのまま起こってくるから。いやいや。でも、もともと文章書くのとか好きだったんですよ。で、なんかさ、本とか結構読んでたよっていう。まあ、読書は好きでした、はい、読書は好きでしたし、うん、あの文章書くのも別に嫌いではないです。はい、苦ではならない。苦ではない。ドラム演奏するより苦にならないです。あ、そうですか。そんな。ドラム演奏するより苦にならないです。ドラムの演奏はほら、大変じゃないですか。演奏は大変。演奏大変よ。まあ、大変ですよね、確かに。文章は基本的にこう机の前でずっといるだけでいいから。ああ。ずっとやってるだけでしょ。だそういうのもあってね。うん。だもう最終回だってドラムもないし。アメミヤ君も出てきたしね。皆さんこの顔をだから覚えておいて、音楽業界の方はいただければ、あのバンド関係者の皆さんとかね、マネジメント関係の皆さんはバンバン依頼を。まあでもあの今後もあの。この連載が終わっても何かしらの形でですね、書いていただいたりとかあるのかもしれない。レビューを書いたりとかね。そうです、そうです。何かしたりとかね。だから、こう、最後の方のチューニングも、もはや、もはや、だってドラマのこと何も書いてない。書いてないし、なんと紙面には、こう、心の作品たちと書いてるから、CD とかそういう本だけほぼないというですね。まあ、そうだね、ドラマの方は一冊ありますけどね。テレビ、ウルトラシリーズ、スター・ウォーズ、これは写真乗っかってなかったのは、ね、まあ、権利関係がね、政治的なね、だって心の一枚のジョン・ケージの4分33秒、ここ入ってないじゃん。入ってないよ、マジだと。まあ、でもこれはね、最終回に持ってくるところに、なんかこう、ね、意味があるような気がする。いちいち、だってもういいじゃん。いっぱいあるんだから、自分で聞きなさいって、選んで。まあ、そうですね。それはね、なんか、なんでもやっぱりこう、なんていうんですかね、教則本とか、なんか頼りたい気持ちはもちろん、まあ、分かりますけどね。この間あのちょっと真面目な話すると、音楽のなんかニュースで、はい、あの音楽専門学校に行っている若い子たちがの、はい、もうほぼ、99% と言ってもいいぐらいの確率でビートルズを知らない。でちょうど僕ぐらい その音楽学校の先生が悲嘆にくれていると、開いた口が塞がらない。で、まあ、俺らはさ、ビートルズを知ってるし、まあ、少なくとも俺はビートルズ好きだから、素晴らしい音楽だから、なんかいい音楽ないですかって19、20歳の子に言われた時に勧める一つのコマではあるじゃない。でも、これから音楽をやろうとする子たちに、じゃあこれは絶対鉄板だから聴けと言って、頭ごなしに言うのもどうかと思うんだよ。知らなくても、まあ、別にそうすごい音楽を作るやつがいるかもしれないじゃない、うん、ただみんなが親父たちがこう俺らがさの世代の人たちがこう悲嘆にくれるのはそういう学校に行ってる子たちの中にまだそのなんかクリエイティビティのすごい才能が出てきてないかと思うかもしれない、ね、音楽は自由ですから。そうですね、それは本当に、うん、ただこれがあの4ピースのね、ドラム、ギター、ボーカル、ベースみたいなロックバンドをやってて、
ビートルズを知らないっていうふうになると一応そのポップカルチャーの歴史としてまあそうですね、だから写真もあるじゃない、うん、ありますね、ね、そのアートとしての写真としてこういろんなマンレイがいたりとかさ、うんうん、そういう人たちがいてあのフォトグラファーの歴史っていうのがいっぱいあってさ、それはその広告写真だったりとかあの報道写真でもすごくあるじゃないですか、うん、いろんなね、あそれを知らなくてもいいけど知っていると自分の表現にちょっとこう幅が出てくるみたいなことがあると思うんですよ、うんね、そう知ってるとそこの話もしやすいし、うん、それをこうエグザンプルでこう例えで出されてきたりとかさ、うん、何ゴールで撮ってるとかさ、まあ、そ, うそういう話になったりとかするわけじゃないですか、うん、だからそれを知っていればそういう話が早いけども、うん、知らないと何ですかそれってどっから始まっちゃうのか、あそうです、ね、まあ、デビーちゃんデビーですけどね、うん、だから別にだからローリングストーンズを知らないとかビートルズを知らないって恥ではないけれども、うん、知っていた方がよりいろんな視野が持てて楽しいのかなっていう、まあ、そうですね、だから例えば知った上でとか聞いた上で、まあ、ビートルズでもストーンズでもなんか別に俺はいいやと思えばだから俺がほらヘビメタの話書いてて、ああ書きました、はいはいはい、わかるんですよ、かっこよさ、メタリカかっこいいし、うん、ね、ジューダス・プリーストのロバハル・フォルトがマーシャルの壁突き破ってさハーレー・ダビッドソンに鎖だらけの革ジャケットに乗ってくるのを真剣にかっこいいとは思えないけども、そのアメコミみたいな感じで、うん、バットマンとかさ、はいはい、俺はそういう風に見ちゃうから、うん、ああいう意味でのもうそのあまりにそういう世界ができすぎてて笑っちゃうぐらいのさ、うん、世界観があるっていう意味ではやっぱりそれはリスペクトに値するうん、ね、あのいつだっけサマソニにランディ MC が来た時にさ、ひも出しのさアディダスのスーパースターをこうやって掲げて持ってきた時からさ、俺も爆笑したけど、パブリックエネミーもやっぱこんなでかい時計をぶら下げてるね、変わってねっていうか、やっぱその、ね、これがやってほしいんでしょっていうのはさ、彼らが分かってるわけで、はいはいはいね、ブラックミュージックの。そういうヒップホップとかリズム&ブルースのそういうあからさまなお前らこれが欲しいんだらじゃあやってやるよ、しかももっとブーストしてやってくれるみたいな、うん、いうところがあるじゃないですか、そうですね、なんつうことを話してますけど、はいはい、これ誰がオチをつけるんですかね、2人してうんってうんって深くうなずいてるんですか、いやなんかですねこうなんていうかこうドラマチューニング部ドラマがチューニング Z とやってきて、やってきて、まあきっとね、何が伝えたいのかなとか聞く、ちゃんと答えないと、ない全然ないって、でもまあなんかね、何かを伝えようと思う人はいっぱいいるじゃないですか、素晴らしい人が、ああ、それを聞いてそこの入り口にも別になってないし、入り口にもなってない、入り口まあうーんみたいな、そうそう。何かほら影響を与えると責任が持ってて責任が持ちたくないからさ責任取ってよスッと見るぞ、はい、まあね、まあでも本当になんかでも、うん、何人かは楽しんでくれた人がいてみたいで、ああそれでよかったかなっていう、うん、雨宮君も出世したし着てるものがね2年前から全然違うもん、そうですかそう絶対あるでしょまあそうかもしれない絶対足を当たりますあるね、ちょっと良くなったよね、まあそうですね、ちょっと意識は意識が変わったりして、ね、いやもともとあの汚いとかそういうわけではなくておしゃれな人なんですけれども、 そのおしゃれを楽しむ余裕がこうちょっと最近は出てきてね、いい感じかなって思いますけどね、なんか地下アイドル相手とグラミー賞相手が違ってくるのかなというところでそうですね。ね、チューニング部の締めになりすごい締めになりました。地下アイドルっていう言葉が一番今日出てきたかもしれない。あ、今日のワードは地下アイドル。地下アイドル。これ NG ワードだったらもう俺100万円ぐらいそうですね。そうそう。そんな、ね、そんな感じですかね。まあ、いいんじゃない、うん、別に。書いてあるしさ。まあそうですね。常々持ってたら復習動画って何やんだよ。なんてことすごいすごいことなんてことすごいってやんだから何
ど、ここの、この、なんですか、こうこの復習動画のコンセプトみたいなのは、うん、部長が書ききれなかったところを書ききれないことなんだ、語り尽くすみたいなことをこう語り、こう宣伝文句として言ってたの。そうなんだ。何やるんだ。ここへ来て、根底から根底からどかしこしみたいなっていう話。まあ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 、まあでも本当にこうチューニングってこうみんな難しく考えるから、こういうのがあったらいいんじゃないのかなと思ってたんですけども、でもなんかこう楽しんでほしいなと、何にしろこう、まあ、じゃあ一つ聞くけどさ、うん、こういう内容になるとは2年間、2年前に俺にその原稿を連載依頼する時にね、はい、うんうん、よもやこの手たらくになるとか君は思ってなかったわけ。まあだってこのドラマがチューニング部が終わって次何にしようかって言ったらタイトル覚えたすタイトル何つったっけ、 Z でいいんじゃねえって。ああそうか、そうドラマがチューニング部が1年でね、そうそう終わってね、編成替えで衣替えしようって言って、でタイトルもちょっと変えないとみたいな話になって、ドラマがチューニング部 Z でいいじゃん、 Z でいいじゃんね、せっかくZ の人呼ぼうって、そう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 予算がダメで、そうです、大体あのちゃんとわざわざ会場の会議室まで押さえて、ちゃんと話し合いましょう、打ち合わせしましょうみたいな呼んで、そうだっけ、そうです、そうです、で来てもらって、でちょっとなんかあの、あ俺がね、そう現場にしてじゃあどうしますかねみたいな、こうちょっとなんかこうタイトル案みたいなの出しつつしたら、いや Z でいいんじゃねみたいな、2秒で決まった、ね、そうそうそう、そうです、そうです、ね、そうです、そうだよね、で今こう興奮だね、ね、どういう気持ちで俺に連載を依頼したわけ。いやだってあのドラムマガジンでツッチーさんにもともとなんかお願いした原稿というのは、この前にドラマがチューニング部の前にあって、初心者のためのそうそうセッティング講座みたいなね、うん、ドラムセットの特集みたいなの で、 そうだ、ね、でやっぱそれが結構面白かったっていうのと、あと僕自身が初めてツッチーさんと会ったのはニュープロダクツの思想だったんですよ。なんかなんかね、何の楽器か忘れてしまった。何の楽器ってドラム以外何なんだよ。スネアだったのは覚えてるけど、まあ、スネアっぽかったね。そう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 、それでこう話してて、うん、そう面白いなと思ってね、うん、なんかこうなんかこうなんかこう、そうまあでも2年で使い捨てされるぐらいの力なんですよ。僕は違いますから、そんなことないですよ、うん、こう変わっていくんですから、変わってくる、衣替えとか衣替えしてね、うん、したまたもしかしたら突然電話がかかってきてえこんなのやんのみたいな、まあ別にいいですけど今となっては僕は連載は JBC の配布を1本になりましたから、あれまだ続くんですか、あれは永遠に続くみたいな、永遠に続くって、あそうそう、そのうちは年収率全部乗っけたりとかするんで、JPC の解放落としましたみたいな、いやいや俺が自分で手書きで演習室全部あそこでびっちり埋めるから、ああまあまあ、まあ、そんな感じですか。まあでもまあ、何の身もなく終わりましたけれども、うん、僕ら3人としては割と楽しかったなと。いや楽しくやりましたです、ね、楽しくできたなという、まあ、その楽しさをちょっと読者の皆さんも、感じていただけたらよかったかなぐらいの話で、そうですね、ね、はい、チューニング部 Z、 チューニング部と2年間続きましたけども、はい、これにて一件落着ですね。そうですね、うん、はい、僕はもうこれで夢にうなされることも私ができて、なんか昔言ってましたね、夢にうなされるんだよ、うなされたことがある、一回ね、あのスランプになりかけたの、どうしようかなと思って、スランプってことでもないんだけど、めんどくさくなっただけなんで、そんな、なんとかして休めねえかなと思ってたのが、その時一回夢にうなされてたんで、夢にもうなされつつ、締め切りも守り、はい、ね、アメリア君も出世し、編集部も増えて人が、はい、増える予定です、ね、はい。ということで、いろいろ、ありましたが、はい、2年間のご愛談を、これを申しまして、チューニング Z、はい、終わりとさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また。ピース。はい。チーズ。
だからね、